水天宮平沼神社は、神奈川県横浜市西区平沼にある神社である。旧社格は村社。旧平沼神殿鎮守。横浜駅東口周辺の氏神である。安徳天皇は、水天宮の神で、安山と水の神とされるが、特に大正12年の関東大震災で崩壊を、見なかっただけでなく、近隣で発した火災でも累相を免れたことと、 昭和20年5月29日の横浜大空襲で、横浜市内が焦土と化した中で、鎮座地の一角だけは焼け落ちなかったことから、金内桶として崇められている。かつては本、沼橋のたもとに祀られていた江戸時代後期の天保10年、平沼九兵衛が祀ったのに始まるとされる。社殿によれば、当時の平沼一帯は塩田であり、 塩田作業中の村人が入江に流れ着いた祠を見つけ、これを沖へ帰そうとするたびに騎士に戻ってくるので、平沼九兵衛にそのことを伝えると、九兵衛が守護神のない、この地に祀れとの啓示であろうと、騎士にあげて、平沼神殿の守護神として祀るようになったといい、また祠の中に、筑後久留米の水天宮の神札が祀られていたため、水天宮と称して、 安山と水の神として広く数形されたという。当初は現在の横浜市西区西平沼町を流れる片平川に架か,かる元平沼橋付近に鎮座していたが、その後の発展とともに鎮座地を何度か展示、現在地への遷座は文久三年である。明治政府の社格制度により、平沼の尊者として正式名称を平沼神社と解消し、大正二年に、 本殿の前に拝殿を新築、現在の社殿構成となった。なお社名は、はじめが、水天宮であったため、明治の改正により、平沼神社と改称した後も、横浜の水天宮として数形され、横浜市の公開する戦前、戦後の市内地図にも、水天宮と表記され、現在でもう治子、数計者からは、水天宮平沼神社と称されている。境内に、平稲荷神社、 稲荷神社、ヘッつイミ柱神社、平沼天満宮がある。神奈川県横浜市西区平沼にの8の20。ありがとうございます。